はいどうも、ナインです。今回のテーマ、今季はどうなる？不動の3番センターの起用法の変更が予想される理由参戦。はい、今回の動画では2023年不動の3番センターとしてリーグ2位躍進を支えたあの選手、実は2024年から大幅な起用変更が予想されています。今回の動画ではどのような起用法になりそうなのか、その明確な理由とアンケートによる視聴者の皆さんの考えを見て、皆さんと一緒に起用法を考えていこうと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いします。では本編スタート。今回話の中心人物はカープファンの方ならもうお気づきでしょう。そうです、秋山翔吾選手です。秋山選手は1988年4月16日生まれの今季36歳、神奈川県横須賀市出身、身長184センチ、体重86キロ、右投げ左打ちのポジションは外野手、今季年俸は1億5000万円。秋山選手は西武時代、シーズン安打記録の樹立や国際大会での活躍、西武黄金期である山賊打線の切り込み隊長など好成績を残し、 MLB シンシナティレッズへ移籍。多くの解説者が活躍を予想しましたが、1年目はまずまずの成績ながら、2年目は大不振に、3年目にはマイナーで無双しながらもメジャー昇格はならず、結果古巣西武、資金力のソフトバンク、ユニフォームが似ている広島が獲得に動き、結果まさかの広島を選択。2022年は途中加入ながら適応力を見せ、176打席に立ち、打率2割6分4厘。そして万全の準備ができ、成績に期待が高まっていた2023年。成績がこちら。115試合に出場し、434打数、119安打、4本塁打、38打点、打率2割7分4厘。はい、思ったほど成績は伸びませんでした。2023年の秋山選手をまとめると、3番センターで固定。途中交代はほぼなく、基本はフル出場。前半戦は活躍したものの、中盤から失速。8月に怪我で長期離脱。シーズン終了後、右膝半月板の手術。この5つです。この5つのことから、1番ライトでのスタメン起用をし、試合終盤にはベンチ。という起用法が予想されています。その理由は、先ほどの5つに加えていくつか存在します。まず打順について。挙げられる理由としてはこちら。まず経験について、秋山選手は西武時代の2015年以降ほとんどが1番起用、3番としての経験はそこまで多くありません。やはり慣れている打順で打たせた方が成績は向上するのではないでしょうか。また併殺数について、2023年併殺数ランキングでは12球団で9位、左打者限定では2位となっており、併殺数が多かったこと、これは秋山選手の全アウト内容のうち約 43% がゴロアウトであったこともあり、全体的に併殺数が増えやすい選手であることに加え、前世紀に比べ走力が落ちていること、初回からバントをしないため一死一塁のケースが多かったことなども挙げられます。そして年間ファウル数について、秋山選手は12球団で14位の382球、これはチームトップの数字になります。さらに秋山選手より上位の選手はほぼ怪我なく年間を通して固定された選手たち、30試合近く欠場した選手はトップ22、源田選手と秋山選手のみでした。粘り打ちは出塁率向上以外にも、後続の打者への情報伝達や相手先発の体力を削るなど多くのメリットをもたらせます。粘り打ちが上手い秋山選手が1番にいれば、後続の打者の成績も向上する可能性がありそうです。続いて守備位置について、挙げられる理由はこちら。センターの守備に関しては指標で見た場合はプラスの評価、捕殺数などを見てもセンターとしての守備力はリーグ上位であると言えます。しかしこれはあくまで2023年まで。2023年シーズン終了後、右膝半月板の手術、これにより走力の低下からセンターの守備が難しくなると予想されます。また肩に関しては今季7捕殺を記録、外野で最も捕殺を記録しにくいセンターでこの数字なので、ライトに移れば10捕殺は記録できそうです。肩が強いのもライトに向いている要素になります。また試合数は少ないですが、野間選手がセンタースタメン時には高打率になり、秋山選手はライトスタメン時に高打率を残したことなどもあり、
センターの代わりは野間選手が有力になりそうです。そして終盤はベンチに下げることに関して、挙げられる理由がこちら。まずは負担軽減が挙げられます。2023年はフル出場を続け、結果、怪我、シーズン終了後に手術、秋山選手は今季で36歳を迎えます。年齢を考えると適度に休ませることで負担を軽減させる必要があります。また守備走塁の低下の可能性を考える必要性や、葉月選手や曽根選手、大森選手などダイソーや守備固めで輝く選手も多いため、無理してフル出場させる必要はありません。ここまで1番ライトでスタメン起用し、試合終盤はベンチという起用法のメリットや推薦する理由をまとめてきました。逆にこの起用法のデメリットや反対意見をまとめたのがこちらです。まず打順に関して、実は秋山選手、2023年に1番打者として起用された試合では打率1割6分8厘と絶不調。ここに関しては怪我離脱後の終盤に起用された打順なので、打順よりも怪我の影響の可能性もありそうです。また1番起用によって機動力を生かしづらくなることも予想されます。秋山選手は前世紀も盗塁数はやや少なめ、年齢を考えると2桁盗塁は厳しいです。そして守備位置に関して、2023年センター守備手法はプラス評価であったことや、手術によって走力の低下が目立たなかった場合はセンターのままで良いかもしれません。また年間100試合以上センターでスタメン起用された経験のある選手は今のカープにはいないため、他の選手では計算しにくいという意見もあります。試合終盤にベンチに下げることに関してはさすがに反対意見が思いつきませんでした。2023年は3番センターで固定、しかし2024年打順ポジションの変更が予想されます。ここで視聴者の皆さんの意見を見ていきましょう。まず打順に関して、約2700人に回答していただいたアンケートの結果がこちら。はい、1番打者が押されております。コメントの中には1番秋山選手と3番に若い田村選手を押す声がありました。ここに関しては私も賛成です。3番は内野ゴロや外野フライで打点を上げやすいこと、4番打者の前なのでストライクを待ちやすいなど、1番打者に比べて打ちやすいことがよく OB の間で語られています。なので若い打者に担ってほしいという気持ちは私も共感しました。3番を開けるためにも秋山選手を1番に置くことは納得です。そして閉殺数についても、秋山選手の閉殺数の多さは確かに気になります。センター返しのバッティングが多いことや、前世紀よりも走力が落ちたこと、平均的な3番打者よりもゴロが多いことなど、閉殺が増えやすい要素はいくつもあります。1番に置けば確実に閉殺数は減るので、1番起用を押す気持ちもわかります。他には5番や6番、7番以降を押す声もありました。4番には新外国人か末金選手が入ると予想。秋山選手が5番や6番に入った場合、坂倉選手、堂林選手など2桁本塁打を計算できる打者を下位に置けるので、打線の切れ目を作らないことや、下位から上位に向けての打線の流れを良くするという意味では良い考えだと思いました。続いてポジションについて、約2000人に回答していただいたアンケートの結果がこちら。こちらはセンターでスタメン起用し途中交代という意見が多いです。今季はフル出場を続け、結果怪我や手術を経験、これによってファンも休養を与えるべきという考えが増えたのでしょう。センターの守備手法は悪くないことや、コーンオフの手術によって走力がそこまで落ちなかった場合、田村選手、中村隆弘選手がセンターを安定的に守れないと仮定した場合など、センターを秋山選手で固定するのがベストでしょう。しかし彼も今季で36歳、いつまでもセンターを守れるわけではありません。球界の不動のセンターも晩年にはライトやレフトにコンバートするのはプロ野球の世界では当然のこと。秋山選手は今季センターを守り続けれるのか、はたまたコンバートされるのか、その他の外野手の起用法にも注目していきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。秋山選手、今年は怪我なく頑張ってほしいと思った方、2000本安打まではレギュラーとして頼むぞと思った方は高評価よろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではカープに関する情報やネタ動画を投稿しておりますので、特にカープファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。